はい、どうもこんにちは、北山月です。さあ、今日もやってきます。棋士、藤井聡太の将棋トレーニング。タイトルが変わんないんだよね、なかなかおかしいな。アップデートがあるっていう話はもう1ヶ月ぐらい前に聞いたんだけど。そういうわけで、まあ、今回もう占いいきますよ。今日のおすすめは、お、大吉、この戦法です。カニが濃い、覚えてみたいけど、これ以上ちょっと増えてったら大変なことになりそうなんで。さて、そういうわけで今日もストーリーの方進めていきます。ちょっと空き時間にやるつもりだったところが全然できなくて、まあ困ってるんだけど、とりあえずこっち、ここはまだ、あ、クリアできたんだ。クリアできて、で、こっち、今日はこっち、どこまで行けるかな。まあ行けるとこまで行こう。というわけで、夏至の攻防、第2区域。だよね。はい。どこまで走っても戦闘員たちに回り込まれてしまう。さらなる問題を解き、人間将棋の考え方になれよう。行きます。はい、どうすればいい。はい、よかった。角がこのラインにいるし、こっち、あ、そっちか。こっち、はい、ここですね。はい、はい、ここ違った？そう、こっち、あとここか。正解なの？なんで？ほう、なんとなく、そうか、違うよね、そうか、ああいう時も画面見ながらしっかり考えたいな。そういうわけで、次いきます。我慢、かすかな希望の光、愛者に危険できるチャンスを見つけるため苦しい戦いをただただ耐え続ける。バトルがあるっぽい。どうしよう。バトルが来るのかな。来るっぽいよね。来たよ。ちょっと待って、ミッション、対局を始めて。ちょっと待って、矢倉が来いってどうだっけ。矢倉ってどう、矢倉ってどうすんだっけ。ちょっと待って、矢倉覚えてないよ。ヤグラってどうやるんだっけ。とりあえず81手まで生き延びよう。ずっとね、この囲いしかやってないから、ヤグラ囲いって言われても分かんないんだけど、どうすればいいんだろう。後手22飛車、
同じく歩、うん、後手7二玉。先手7七角。はい、来た。後手2六飛車。先手2七歩、うん、後手2二飛車。逃げた。先手7八銀。後手2六歩。また同じことやるの？先手同じく歩。また同じく飛車。先手2七歩。また逃げる。後手何がしたいんだこいつ。先手8六歩。後手6二銀。先手8七銀。また来たか。先手同じく歩。また来たか。後手同じく飛車。何したいの。2七歩。後手2二飛車。先手8五歩。後手3二銀。先手8六銀。はい、また来た。先手同じく歩。後手同じく飛車。いや、その矢倉が矢倉が組めないんだけど。後手2二飛車。先手9六歩。また来るか。はい、また来た。おほ、取られ、ダメだな。先手同じく歩。ねえ、同じく飛車。先手2七歩。後手2二飛車。先手15銀。また来たか。はい、先手同じく歩。これってあれだよ、あれじゃないの、ダメなやつじゃないの、大丈夫なのかこれ。同じことずっと繰り返してる。先手8四歩。うん、また来たか。2六歩。先手同じく歩。なんか飽きてきた。先手2七歩。はい、下がるから。うん、先手8三歩なる。後手同じく玉。どうしよう。はい、先手8四歩。後手7二玉。先手9七桂馬。後手8三歩。なんか同じことを繰り返したな。同じく玉。で下がるんだよね。7二玉。先手8五桂馬。後手8三歩。はい、先手同じく歩なる。後手同じく玉。何なの、いいのこれ。先手8四歩。後手7二玉。はい、先手7三桂なる。後手同じく銀。あ、しまった。どうしようかな。銀に取る。あ、うん、いや、
これはこのままで。どうしようどうしよう。先手7五。おい、8一手まで。後手6二玉。先手8三歩なる。後手5一玉。取られる。ここ行ったら両者に取られて、ここも取られて、この後桂馬に取られるから銀がもらえるからいいや。先手7三と金、後手同じく桂馬。はい。先手8二銀、後手4二玉。あ、はい。先手9一銀なる。後手2六。また来たか。先手同じく歩。後手あれそっち行った。玉。はい。先手8八飛車。後手5二金右。先手8二飛車なる。勝ってるよ。2六飛車。けれど、そうじゃなくて、今度はこいつ。先手27強者、はい、後手44、はい、もらい。先手26強者、後手同じく角。先手27歩、後手44角。7三九。また来た。また来た。先手同じく歩。あら、違うとこ行ったか。じゃあいいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。あ、けど、しまった、桂馬邪魔。はい。先手三九桂馬、後手三三桂馬。今さっきの桂馬でちょっとドーンとこっちの穴ぶち開けようと思ってたの、ちょっとなんかミスったなっていう。こっちをどんどんこっち持ってくるしかない。先手八一成銀。後手一四歩。先手七一成銀。後手四二金。先手六一成銀。後手二一玉。先手六二成銀。後手二三香車。先手六三成銀。後手四五桂馬。どうしよう。どうしようか。先手五三成銀。やっぱりね。どうしよう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 。これったら角に取られちゃう。先手八四銀、後手五二金引く。先手九三銀なる、後手四二金。先手八二成銀、後手三一。はい、もうどんどん攻める攻める。成銀、後手五五角。先手六三九。そっちかい。銀
あれ？あ、取られ、え？そうか、取られる。先手54飛車、後手22金、先手55飛車、後手26香車、先手27歩、はい、後手53歩。先手56飛車、後手33銀、先手36飛車、後手32金右、先手26飛車、後手24歩。先手36銀、後手76歩。こっちに来たっすね。先手95角、後手12玉、先手45銀、後手23金右、先手31角、後手35歩。はい、これでどう？あ、しまった。銀がいた。銀がいた、銀がいた、銀がいた。見落としてた。金寄る、後手78角なる、先手51角なる、後手77歩なる。これは どういう気だ、全読めなくなってるんだけど。先手539、後手67馬、先手439、後手68、金がね、金が狙われてるのかなと思ったけど、そうでもないわ。先手59桂馬、後手66馬、めんどくせえ。先手539、あ、そっち行った。99馬、あれ、このラインだっけか。
はい、先手3三歩、後手同じく馬。あ、そうか、俺何やったんだ今、意味のないことやってる。あ、取られる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 。あれ、後手4三歩、これでこいつを取ったら金か銀かに馬取られてるし、まあ一応交換。先手三三馬。うん。あ、取られなかった。二五香車。この辺り取りまくった方がいい。先手三三馬。うん。けどあの香車に飛車が取られなかった。後手同じく銀。うん、もう邪魔だったこいつが消えます。先手4三9、後手2六香車。うん、飛車取られたのがちょっと嫌だな。先手同じく歩、後手8八飛車。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。銀がいるし、これ。いけなかったけれど、取られるよね。先手1一角なる、後手同じく玉。先手1二金、あっ、後手同じく銀。しまった、銀の存在を。銀の存在を忘れていた。なんか一発逆転方法がないかな。あ、しまった。何考えてたの俺。え、嘘。あ、そうか。行ける場所があんまりないんですよね。先手3七桂馬、後手4三桂馬。
そう、あ、ダメだ。はい、終わりました。負けました。ていうか矢倉囲い忘れてるから。対局を終了します。うん、思い出してくる、思い出してくるわ。今回のミッション矢倉囲いもだから。はい、そういうわけで、まあ今回はこんなところで一旦終わります。よろしければですね、チャンネルとコメント高評価よろしくお願いします。くそ。はい、というわけでまたね、バイバイっす。え、やられてる。あれ、ちょっと待って、これクリアってこと。うん、了解。矢倉囲いを思い出してきます。では。